官人に国家団誘拐してテンパードにしたのね。待たせたな。東方の戦闘術ってやつかい？やるじゃないか。なら俺もお上品に戦うのはここまでだ。遅れてすまない。散々迷惑をかけてきたんだ。たまにはかっこいいところを見せないとな。我らから海を奪ったヒレなしどもめ、証拠りもなく現れおったか。しかしその愚行も今日までよ。貴様らヒレダシを撃滅する時が来たのだ。今再び我らが水神様を招き、その水流によりヒレダシどもを押し流してくれる。よっしゃ。何？
我は不滅なる者に昇華した。もはや止めることはできんぞ、ヒレダシども。創世の幽水に生まれし青き神よ、起源にて汚れた大地を清めんとする糸高き神よ、今こそ我の肉体をよりしろに一族に救いよ。水神リバイアさんよ、来たりまぜ。クソったれ。これは万神リヴァイアさん。壊滅したとはどういうことだ。リヴァイアさんがそちらに出現しただと。分かった、残存艦を編成して撤退しろ。構わん、餌は海賊どもにくれてやれ。海洋で陽動作戦に当たっていた国家艦隊が万神リヴァイアさんに襲われ大打撃を被ったらしい。リヴァイアさんは見知らぬシア沖に移動した。なぜだ、なぜここではなく沖に出たのだ。まさか大海嘯を起こすつもりか。